皆さん、こんにちは。ポケットモンスター、スカーレットの51回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第51夜、開幕です。本編が始まる前に、前回のあらすじ、およびポケモンのトークをお楽しみください。カイ君、ポケモンの世界に行って、皆と触れ合ってこーい。とモッコたちと戦い、お面を取り返すことができた主人公。村人たちの誤解も解くことができ、幸せいっぱいのオーガポン。主人公たちはオーガポンを恐れ穴に戻すことを決意するのであった。またポケモンの世界に来ちゃったな。今回は一体どんな展開になるか、心配だな。うほ、かいじゃねえか。前回、お面をすべて取り戻すことができたな。褒めて使わすぞ。ポニ、ポニオ、ポニオ。やあ、コダックくんにオーガポンちゃん。今日もよろしくお願いします。すっかり3匹に馴染んだみたいで安心したよ。仲いいに決まっているじゃない。あたしたちをなんだと思ってんのよ。でも、お別れの時が近いと思う。これから、恐れ穴に戻しに行くんだろ？うん、そうなんだ。本当はそのまま連れて行きたいところだけど、こればかりはしょうがないと思う。そうか。寂しくなるなぁ。オーガポンちゃん、いつまでも元気でな。ポニ？ポニオ、ポニオ。なんか、一緒についていくとか言ってるわね。かい、もしかしたらお別れじゃなさそうよ。恐れ穴で、何かイベントありそうな感じがするね。それじゃあ、遅くなりましたが、本編始めようか。よし、お疲れ様です。これからポケモンの51回目の放送をやっていこうかなと思います。とりあえずね、あの村の中に入れるようになった、オーガポン。村の、まあ、悪い噂っていうのを全部吹き飛ばした結果、まあ、元気に外に出られるようになったということで、こう回ってるのがなかなか可愛いんだよね。なかなか可愛い。でもそんなオーガポンを、オスレアナに返そうかなっていうところからスタートです。じゃあやっていこうかな。オーガポンを住処に戻す時が来たようだ。さあ、早速移動しようか。よし、オスレアナまで着きました。どういうイベントになるかな。ついにお別れの時が来たのかな。わかった、やるよ。おい、オーガポン、どうしよう。待ってね、これでいけるかな、大丈夫かな。とりあえず行くよ。よし、やろう。戦うよ、すぐに。ああ。
これ負けたらどうなんだろう。ダーテング、草と悪か、ちょっとやばいな。爆裂パンチなんか今出してもしょうがないよ。キューコン公開。それが正しい判断だと思うよ。大文字だな。タスキ？アイテム使ってたか、気合のタスキか。いけ、炎の渦だ。グライオン、わかんないな、そのまま戦おう。すぐにこんな強くなってた。うわうわ、めんどくさいな。どんな技だ、地面と飛行か。じゃあヌーボンに変えよう。ハイドロポンプで応戦ですか。良いかと思います。なあ、いけ、ハイドロポンプだ。早い、あっちの方が早いとは。あったで、こんな時に当たんないの。うわ、大事なのに。耐えろ。急死に当たってこれか。ごめん、ヌーボンごめんな。他のポケモンで応戦できるか。無効区で行こう。電光石火だ。大ノーズ、いやー知らないポケモンばっかりだな。何タイプだあれ。あ、情報がない。ブレイブバードだ。フォーカー今一つか。やばい、麻痺だよ、麻痺ったー。鋼かな。鋼、一回キューコンに変えるか。鋼タイプと予想したカイ君、果たして正解か。で、強い。いや、当たって、いやー、いや、当たってくれないって。いや、やばい、キューコンやれた。ハイドルポンプ、エナジーボールでいこう。まあいいか、エナジーボールもう一回。
何食わせた？攻撃力アップか、特攻が上がったのか。もう一回エナジーボールだ。なんとか倒せましたね。強いです。すぐりメガヤンマだから、メガヤンマに強いやつ、とりあえずハイパーボイス使うか。待ってくれー、キュウ君お願い、生き返ってくれ。あ、ずるいずるい、ダメだよそりゃ。許してけろ。ハイパーボイスだな。ダメだ、大太刀ごめん。キュウコン頼むよ。大文字だ。いや当たって、本当に。もう一回。よし、メガヤンマ OK。 あと2体か、油断するなよ。ニョドボンだから草の方がいいか。その判断で良いかと思います。ルンパッパ行こう。ニョドボンか。ルンパッパー大丈夫、タルップルがいるさ。もうあとタルップルしかいねえんだよね、元気なのが。リンゴさん行こう。オッケー、なんとか勝った。レベル93はだけじゃないな。神っちゅうだよね。キュウコンか。待って、神っちゅうって何だったっけ、何タイプだ。一回戦ってるんだよね。回避率下がったか。草とドラゴンね。これ使うかな。キュウコンがやられたらほぼ負け確定です。覚悟を持って戦ってください。オッケー、あと一発だね。雨まみれになった。回復か、食べ残し。素早さ下がった。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。これで素早さ下げるんだな。
地味に痛いな。いやー勝ったけど危なかったな。元気のかけら使わなかったらやられてたわ。すぐに強くなったな。5776円。うわ6円1一桁だね。うん、あ、全回復してる。これはどういうことだ。力比べしよう。え、え、これどういうことだ。どうしよう。ポニオ、ポニオ戦ってみたいって言ってるわよ。さあ、スタコンボで殴られなさい。やるか。わかった。皆さん行こう。素早さは間違いなくあっちの方がダントツある。え、テラスタル？何これ？強そう。面影宿しだって。何これ、攻撃上がった。大地の力はどっちでもいいのか。命中100のこっちでやろう。下コンボ赤。どうする、どうする。もう一回グラスフィールド。あー回復するやつか。こっちも回復したいな。ハイドロポンプだ。そのスタコンボやめて、痛いよ。あ、こっちの方が効くね。もう一回ハイドルポンプだ。大丈夫か、大丈夫か。よし、倒した。これで終わりじゃなさそうだね。油断するなよ。水？水で、またテラスタル化した、すげえ。特防が上がったよ。これやばいな。水、水効く人いる？ルンパッパ行くか。じゃあ
オーガポンを捕まえるためだ。なんとか勝たないと。水は効かないと思うんだが。オッケーオッケー、いいよいいよ。エナジーボールだ。出た、グリ。いや、どうじゃこれで。よし、いいよ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 。向かい、やめー。いいんじゃないいいんじゃない、オッケー、オーガポンやったぜ。この調子でいくぞ。灰色、岩か。岩？あ、全部効果抜群じゃん。でもちょっとこのままじゃまずいな。ギガドレインで体力吸おう。あー、やられた。タルプル、リンゴさんで行こう。リンゴさんだ。強い。わーお、草だ。どうするどうする、キュウコンだな。叩きつけず、でも耐えてくれ。鬼 B、 あっちの方が早いの。大丈夫か、キュウコン。当たってくれよ。大文字。態度態度。耐えてくれなかったか。キュウコン、大事なところでやられちゃいましたね。さあ、困ったぞ。ムクホークだ。ブレイブバード。スタコンボやめてやめて。いや強いな。急所かい。しかもやった、勝った、よかった。ありがとう、なんとか勝ったよ。捕まえる。モンスターボールだね。ラブラブボールでもいいや。おい、ラブラブボールって。
まえた。ニックネームは、いいよ。手持ちに加えようが。んじゃあね、ムックホークじゃなくてね、ルンパッパだな。オーガポン追加だ。やったー。はい。了解。大事にするよ。うん、帰ろうか。わーい、ゲットしたぞ。どうも。なんだろうね。じゃあ今回はここまでで終わろうかな。続きはまた次回ということで。では失礼します。わーい、オーガポンゲットしたぞ。おめでとう、カイ君。繊細な子だから大事に使ってくださいね。オーガポンちゃん、何か一言あるかい？ポニ、ポニオ、ポニオ。なんて言ってるのか気になる。ねえねえ、コダック君、オーガポンちゃんは何を言っているの？仲間にしてくれて、ありがとう。だってさ、なかなか素直でいい子じゃねえか。かい、オーガポンちゃんをいじめたら、あたしたちが許さないからね。このように、アクロバットをお見舞いするからね。わかった、わかったから、じゃあ。アクロバットは痛いよ、かい、この技に耐えられることができるのか？また次回見てください。閉幕します。ポニー。